はい、皆さん、こんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん。口から生まれた占い師、新宿奥歯の兄貴、金田ロッキーです。さて、今日はですね、3月6日から3月12日までの皆様の誕生月別占い。はい、このタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案はこの和尚禅タロットカードで出していきたいと思います。もうあれやな、今月十何日かぐらいには桜開花宣言、今週半ばから以降がもう20度になりますからね。あっという間に桜咲くみたいですね。はい、そんな感じで花粉が飛びまくって、飲み薬、鼻収集、目薬も離せませんけれども、まあしゃあないですわ。はい、そんなこんなでね、まあ寒かったり暑かったり、春は三寒四温、体調も崩しがちになると思いますけれども、はい、ご自愛くださいませ。では早速占っていきたいと思います。はい、ではこのタロットカードで運勢そのものを出していきます。はい、ではこの出た目に対する提案をこの和尚禅タロットカードで出していきます。はい、すべて出揃いました。解説していきます。1月生まれの方、愚者のカードの政治とポッシビリティ、可能性のカードが出ております。可能性あるんでちゃんと踏み出してくださいね。はい、で、踏み出していろんなことが見えてくると思いますけれども、まあ、いろんな可能性も見えてくると思いますので、これはいけそうやなということをかいつまんでね、全部試していけばいいと思いますので、はい、ビビらず前に踏み出して、きちっとやっぱりこう、まだこうビギニングなんでね、それをちゃんと形にしていかないといけないので、まあ具現化していくのはもうあなた次第なんですけれども、きちっとやることはやっていけばいい方に動いていくと思いますので、そんな感じで勇気の一歩踏み出してください。はい、2月生まれの方、スターのカードの政治とフラワーリングのカードが出ております。まあこれ希望が見えてくる、まあいいカードなんです。いい方には動いていきます。まあ自信持ってやればいいと思うんで、楽しんでください。蝶や花やね、はい、お花が咲いて、星がキラキラ輝いて、素晴らしいことじゃないですか。やってください。はい、もうビビらずやってくださいね。そんなこんなで、まあ1月と一緒でやりだしたらいろんなことは分かると思いますので、まあやっとやって楽しみながらね、やっていけばいい方に動いていくと思いますので、そんな感じで、まあ本当に楽しみましょう。もう出会いもどんどん出てくるでしょうし、いろんなことが見えてくると思いますので、はい、やるべきことはやっていただければいい方に動いていくと思います。はい、3月生まれの方、タワーのカードの逆位置とプロジェクション、声を届けるのカードが出ております。まあトラブルはそんな小さいので、自分はこうした方がいいっていうのを周りに分からしてくださいね。で、ちょっと小さいこう移動というか、そういうのがあるかも分かりませんので、それも一緒ですね。俺はこういうことできんねやぞというのを周りに分からせる、自分の存在を分からせる、そうすればいろんなことを具体的に動いていくと思いますので、まあ決して派手さはないと思いますが、まあいろんなことを準備というか、なんというか、そういう、時やと思いますのでね。はい、目に見えたこと、これやるべきやな、これ言うべきやな、いうことをどん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 言って、自分自身アピールしていきましょう。は
い、4月生まれの方、インジェのカードの聖地とザ・ソース根本のカードが出ております。根本革新ですね。ちょっと時間かかる、もうちょっと、暗い状況続く、根本を変えていく、革新を変えていく、そこからやっていかないと、ダメなので、それをやるのがちょっと時間かかるかもわかんないですけれども、ね、逆に時間かけてくださいね。はい、もうお金も回ってるんやろ、それでええわけで、あたふたせずにやるべきことを解消していく、やるべきことを改善していく、そういう1週間にしてみてください。はい、5月生まれの方、恋人のカードの逆位置とインナーボイス、内なる声のカードが出ております。なんか物人離れる、これでいいのかどうなのか、自分の心の声に聞いてください。まあ心の声というか、神社お参りしてもいいですしね。これ離れた方がいいかな、どうした方がいいんやろう。なんかその時に俺一回ね、白蛇さん夢に、白蛇の神社が夢に出てきて、あそこやと思ってパッと浮かんだのが埼玉の熊野神社で、あの小さい蛇さんがいっぱい置かれてる神社が、置物が置いてある神社があるんですけど、そこが浮かんだから、そこを参りしたら答えすぐ出ましたね。やめろ、離れろと。それで正解でした。まあそれもある意味内なる声なのか、なんというのか、夢に従ってそうなったというか、なんというかね、はい、そういうこともありました。離れてパン勇気持って次に進んだ方が絶対いいことってありますからね。例えばね、別れた恋人いつまでも引きずっとった新しい恋は始まりませんが、パン終わらせた方が次始まりますので、はい、それを決めに命じて、次に進んでいく努力をなさってください。はい、6月生まれの方、女帝のカードの逆位置とターニングインのカードが出ております。ちょっと出費がある、面白くない、そういうことになってくるかも分かりませんが、まあ自分からやっぱりこうね、働きかけていかなあきませんよっていう意味で、改善するにはね、はい。で、出費はあればあればで、それを出してどう変えていくのか、そこの出費した部分をこうね、いろいろ改善することに使わないといけないわけで、なんかが壊れてたらね、車だって修理しないと進めないわけで、はい、そこの出費を惜しんでたらあかんでと、そうすることによって、それを直してどうしていくのか、きっちりやっていく、自分からそんで、まずこう働きかける、そうやっていけばいいふうに動いていくと思いますので、ちょっとまあ一休みするぐらいの時期かな。はい、そんな感じでございます。はい、7月生まれの方、吊り下げられた男の聖地とサイレンス、静けさのカードが出ております。ちょっとあんまりあたふたしない方がいいかな。ちょっと一休みというかね、静けさ保ってください。静けさ保つことによってなんかこう出てくることってありますので、じーっとしとく方がいいですよ。なんか寮に行った時にね、待たないといけないじゃないですか。あの獲物が通りすがるまで待たないといけないじゃないですか。そんな感じやと思いますので、そこであたふたしてしまうと、ね、ご飯にありつけませんので、はい、そういう1週間やと思ってください。はい、8月生まれの方、力のカードの聖地とアウトサイダーのカードが出ております。ちょっと我慢の時期なんですけど、外に目を向けていきましょう。外に出ていく準備をしてください。外から何かを取り入れる人材方法ね、はい、そうすることによって自分の見てる、範囲だけじゃなくてね、外に目を向けることによって、いろんなことがまた新しいこと起こっていきますので、はい、押してダメでは、はい、そんな感じでね、ビビらずに、外のものを受け入れる、そういう、感覚でね、いろんなことが新しいことこう起こり出したら、またそれはそれで楽しいと思いますのでね、外のものを受け入れる、自分が出て行ってこうやるっていうのはやっぱり勇気いることですけれどもね、はい、勇気を持って外のものを受け入れてみてください。はい、9月生まれの方、運命の歯車の逆位置とソロ悲しみのカードが出ております。歯車回らん、なんでやろう、泣いてたらあかんでいう話でね、まあ具体的に言うてみりゃ、なんかこう芸能事務所入ってねけれども、
何にもしてくれない、あどうしよう、あうん言うてたらね、お客さん来てくれない、どうしようって言うてたってしゃあないわけで、そういうことです。歯車自分から回していかんかい。なんで歯車回ってないのか。小さいことからコツコツやらなあかんねやったらしゃあないですしね。はい、そんな感じで歯車回す努力、泣いてる暇があったら動けいう話でね。はい、そんな感じで前に出ていきましょう。10月生まれの方、デビルのカードの逆位置とフレンドリーネスのカードが出ております。まあ面倒くさいことを断ち切って出ていく、悪いものを切る、で切った上でいろんな人たちとフレンドリーに接していく、受け入れる、そうすることによって視野も広がってくるし人脈も広がっていきますからね、うん、ただもうそこに行くにあたってもう面倒くさいな、恥ずかしいな、もう国旗くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ですからね。はい、そういうことですので、ビビらずに前に出ていく、ビビらずに話しかける、勇気を持って話しかける、うん、人脈を広げていく、そういうふうに努力してみてください。絶対いい方に動きます。11月生まれの方、ジャッジメント、審判のカードの聖地と行と罪のカードが出ております。まあ復活、これこんなことやったら他の人たちが悲しむかな、例えば別れた恋人がいて、でその人のことを好きな人がいんねんけれども、その恋人がやっぱりあなたのこと、あなたと復活したいって言ってくれた、うん、であなたもその人のことを、好きな人のことを考えたら罪の意識感じるじゃなしに、それはもうね自分の意思に従って生きたらいいと思いますので、はい、まあしゃあないですよね。まあまあまあモチベーション上がる、うまいこといく、それに対して、罪の意識感じたらダメですよってことで、うん、実家出ないといけない、なんか家族が悲しむかな、もう自分の意見でね動けばいいと思いますが、後悔しないようにだけ動いていけば、絶対人間ね本当後悔しないですし、後悔するっていうことが一番ダメだと思いますので、はい、後悔しないように、モチベーション上がるんやったらもう自分の意思に従ってね、動けば絶対大丈夫やと思いますので、はい、頑張って出ていきましょう。はい、12月生まれの方、太陽のカードの聖地とクリエイティビティのカードが出ております。楽しみ、まあいい風に動いていく、ちょうど今の時期ですね、太陽さんさんになって、花が咲き始めてですね、いい時期になってまいりますので、はい、どん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 前に出ていきましょう。新しいことを考えながら、ちょっと突拍子もないことをやってみるのもいいと思いますので、当たり障りのないことじゃなく、やるんじゃなくてね、うん、ちょっと想像力を働かせてどんどんチャレンジしてみたらいいと思いますので、はい、いい時期ですのでね、はい、そんな感じで、まあ今日はなんか勇気を持ってやりましょうみたいな人が多いですね。はい、頑張ってください。はい、いかがでしたでしょうか。今日なんかもうこの春のこの時期、4月に向けて新しい、ね、年度末で新しいことが始まります。暖かくなってきて動き出しましょう。でお花も咲き始めます。冬眠している動物も動き出します。皆さんもそうです。なんかそんなカードが多いですね。はい、まず花粉症という敵にね、打ち勝たないといけないんですけれども、うん、そんな感じで外に目を向けましょうとか、一歩踏み出しましょう、勇気を持って、はい、それをやるための、このいろいろ改善しないといけないものを、改善する、勇気を持って前に出る、そんなのが多かったですね。まあちょうどそういう時期なんじゃないですか。はい、いい春にしてくださいね。まあお花咲き始めたらね、もうなんか桜写真撮って、桜見てる人幸せそうですからね。はい、気持ちが幸せになったらいろんなこと、いい方向に物事動き出すと思いますので、恋愛もお仕事もね、はい、ポジティブに、新しいこの 春を夢見て、一歩踏み出してください。はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。